フォゲッタブル、ルーラーシップ、ハンイモートに、グルベイグがいる。デビューは2007年6月16日、阪神競馬場、第5競争の新馬戦。コースタートから先手を取るとそのまま逃げ、2着に5馬審査で、解消した。2戦目は、札幌2歳ステークスを予定していたが、直前の状況で、右全部に、痛みが出たため回避。その後も体調が整わず、 結局2歳児は、新馬戦のみの出走に終わる。休養明け初戦は2008年2月11日、京都競馬場で行われたオープンのエルフィンステークスで、ある。実に8ヶ月ぶりの出走であったが一番人気に、支持され、未着に2馬進半の差をつけて逃げ切り、勝ち、に連勝を飾る。重賞初挑戦となった3月1日の、アーリントンカップでも一番人気に、 指示されるが、勝馬ダンツ喫水の発着と初黒星を喫した。そして、4月13日の貧馬クラシック第一戦の大賀賞を迎えることになる。しかし、大賀賞の前日の4月12日に、左官発行のために大事を取って出走取り消しになった。この大賀賞は母屋グルーブが熱発で回避した。 競争で、親子共に出走することは叶わなかった。ン馬クラシック第2戦の優秀頻馬は、祖母大カある、母やグルーブも優勝した競争で、ポルトフィーノには、優秀頻馬三大制覇の期待がかかっていた。しかし直前に、右第一子骨剥離骨折を発症し、全治3ヶ月以上を要するという診断により、出走はまたもや見送られた。その後、 骨折明けで、週華賞に出走登録を行う。竹豊は安城に迎えることも決まっていたが、賞金不足のためにまたも出走は叶わなかった。そのため、週華賞と同日に行われた1600万円以下条件戦の清水ステークスへ出走し、花佐の勝利を収めている。清水ステークスの後、初めての GI の舞台となる11月16日の、 エリザベス女王ハイへに向けて調整され、川上プリンセス、ベラレアに次ぐ3番人気に指示されたが、スタート直後に落馬し、競争中止となる。ポルトフィーノは、鞍上の部を振り落とし競争中止となった後も、走り続け、空馬の状態で戦闘でゴールした。これは GI では初めてであり、重傷まで含めても、珍しいことである。 明け4歳の初戦は2009年4月11日の阪神頻馬ステークス。一番人気に支持され、後位からレースを進めたが、最後の直線で伸びきれず8着に終わった。その後、4位、広文騎手とのコンビで挑んだ5月10日の当時ステークスでは、後方から3コーナー付近でまくってくるも、直線で失速して14着と大敗、その後は、 休養に入っている。5歳となった2010年に復帰し、3月13日の渦潮ステークスに一番人気で出走したが、ブービーの15着と大敗した。続くナンバステークスでは、高位イ走も伸びあぐねて7着に敗れ、このレースを最後に現役を引退、繁殖入りすることになった。ありがとうございます。